ここでトリガーを引くとここのボールが発射されると。ゲームを作っている段階で映画も撮影が進行していて、ま、始まりました。ここでは歴史に残るクラシックゲームの中から1本を選んで研究をしております。今日取り上げるゲームはこちら、ターミネーター2のピンボールになっております。このコーナーでは過去に2回ピンボールを取り上げていることがあるんですけども、ビデオゲームじゃないテーマなのでちょっと不安もいっぱいあったんですけども、おかげさまで皆さんにね見てもらえて温かいコメントをいただけたので、今回3回目をやってみたいなと思っております。それじゃあ早速、このターミネーター2のピンボール一体どこがすごかったのか、新しい表現と敷居の低さ、新世代のピンボールを切り開いた名作ということで、これどういうことなのか早速見ていきましょう。このゲームはアメリカで実機のピンボールを作っているメーカーの中ではもう最大手というブランドのウィリアムズっていうところが出した1991年のピンボールですけども、言うまでもなくこれはアーノルド・シュワルツネッガーの大人気作である映画のターミネーター2を元にしたものなわけですね。この台は過去にデジタルピンボールとして出たこともあるんですね。ただこの版権料が非常に高かったということで、これはクラウドファンディングで資金を募って実際に出してるんですね。ただ残念なことに今ではこのライセンスが切れてしまっていて、新規でダウンロードすることはできなくなっていると、新しく遊ぶことができないというのがちょっと残念ですね。このソフト非常に忠実に実機を再現しているので、今回はこのソフトの画面を使ってちょっと紹介してみたいと思うんですけども、これが実際のプレイフィールドで、左奥にターミネーターの金属でできた頭があるんですけども、この口の部分に1回ボールを当てるとそこの奥までボールを通すことができるようになって、もう1回そこにボールを入れるとキャノンというボールを発射できるところにボールが行くんですね。これがその実際のキャノンなんですけども、ここでトリガーを引くとここのボールが発射されるというようなギミックになってます。でこのボールがターゲットに点滅しているところに当たるとマルチボールが始まって、こんな感じでたくさんのボールが一度に出てくるということになっていて、この時さらにキャノンにボールを送って、このキャノンから弾を発射してターゲットにうまく当たるとジャックポット、大量得点が得られるというふうになってるんですね。今残念ながら大量得点取れなかったんですけども、ここで当たっていればかなりの高得点が取れるっていうことで、これを繰り返して、まあ、いろいろなことを進めていくっていうのがこのターミネーター2の基本的な流れになってるんですね。このゲームの中心になっているのがウィーンって動いて発射ボタンを押すといいタイミングで弾がドーンと出ていくキャノンなんですけども、これは画期的なギミックであると同時に今までのピンボールの既存の仕組みを壊しているとも言えるんですね。マルチボールとかジャックポットとか一番重要な要素がこのウィーンって動いて弾を当てるっていう、ある意味これ射撃ゲームが中心になってるっていうことで、それまでのこのピンボールのテクニックとかフリッパーのテクニックっていうのが使えないじゃんということで、もう賛否両論だったわけですね。他にもそういった傾向がこのゲーム結構あるんですね。このディスプレイの中でちっちゃいビデオゲームができるモードっていうのが入ってるんですね。フリッパーのテクニックとは別なところでビデオゲームのテクニックが要求されるっていうものになってるんですね。つまりこれはそれまでのプレイヤーが持っていたこだわりとか価値観を一回捨てて、新しいプレイヤーに向けて面白いもの、とにかく楽しめるものを入れていこうっていうことなんじゃないかなと思います。実際このゲームは初心者というか新しく入ったプレイヤーにとって親切な機能とかがいっぱい入ってるんですね。このゲームではオートプランジャーっていうトリガーを引くだけで弾が勝手に飛び出すっていう仕組みを入れてあるんですね。このトリガーはキャノンの発射ボタンも兼ねてるんですけども、それまでの伝統的なピンボールが持っていたものをこの機種はかなり新しいものに置き換えたんですね。他にもオートファイアっていう救済のシステムが入ってるんですね。開始から一定時間の間に落ちた弾は救済されるっていうルールはその後ボールセーブっていう名前でほとんど全てのピンボールに搭載されることになります。
そういったこともあって、このゲームは発売してすぐに大人気になっていって、多くの新しいプレイヤーを引き込んだ、裾野を広げたっていうことなんですね。その反面、それまでの硬派なプレイヤーとかマニアの人たちにとってはちょっと物足りないっていうような内容になってしまってたわけですね。実際このゲームをデザインしたスティーブ・リッチさんは、それまで非常に辛口なゲームを数多く作ってきていただけに、このゲームが非常に緩かった、ぬるかったので、まあそのギャップにもみんな驚いたわけですね。このゲームが出た以降は、だんだんとピンボールの1プレイのプレイ時間が長くなっていくんですね。高い点数を取るためには30分とか1時間とか相当長くプレイしないとハイスコアが取れないみたいな状態になっていって、これがまあ一つの時代の移り変わり、流れを変えたというふうにも言えると思います。ターミネーター2の実機のピンボールは実は結構残っていて、日本国内でも遊べるところが何箇所かあるんですね。これ期間限定の場所もありますけども、もし行ける機会がある人はぜひ挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。これは当時の90年代のゲームセンターの映像ですけども、本当にこの時代はいろいろなゲームを体験できる場所として、さまざまなジャンルのものが入っていたわけです。で、その一環としてピンボールもやはりいろんな機種が、だいたい3機種とか4機種とかはどのお店にも入ってるっていうのが普通だった時代なんですね。このあと92年からもう格闘ゲームブームになって、ゲームセンターの様子が一変してしまうんですけども、それまではR360 とかですね、大型のアトラクション的なゲーム筐体がゲームセンターにたくさん置かれてるっていう状態だったんですね。このターミネーター2という映画なんですけども、この当時としては制作費が1億ドル以上という空前の額で作られているわけなんですけども、ゲームとのタイアップという面でも非常に力が入れられていて、実は映画の企画と同時にこのターミネーターのピンボールの開発もスタートしてるんですね。つまりこのゲームを作っている段階で映画も撮影が進行していて、まだ最終的にどんなシーンが映画で出てくるかっていうのが分からない状態で作ってたわけですね。そのせいもあって、割と具体的なこの映画のシーンとかストーリーが出てくるわけではなくて、漠然とターミネーターっていうロボットが出てくるみたいだぞっていう雰囲気で作られているのが、このゲームのちょっと面白いところですね。アーケードでは他にこのターミネーター2のガンシューティングが出てるんですけども、これも映画と同時進行で作られてたんですね。ただこれは封切られた後に発表されてリリースされているので、結構映画に近いシーンが出てきたりしています。これが当時の業界誌に載っていた開発スタッフの写ってる写真なんですけども、このターミネーター2のピンボールは相当期間をかけて長い時間で作ってるということなんですけど、その中心となっている人物がここにいるスティーブ・リッチーさん、多くのヒット作を手掛けている、もう業界の重鎮ともいえる人だったわけですね。そしてこちらの写真がガンシューティングの T2 を作っているメンバーの写真ということで、ここにいる人がジョン・ボーゲルさんというデザイナーのドット絵とかをデザインしている人なんですけども、この人なんとこっちのピンボールの方にもいるんですね。ピンボールの方のドット絵も描いてると。これどういうことなのかっていうと、実はこれみんな同じ会社なんですね。これは当時の写真なんですけども、それぞれのブランドが同じ場所で開発をしていたわけです。会社の名前とブランドの名前がいっぱいあってごっちゃごちゃになって混乱するんですけども、もともとはピンボールを作っていたウィリアムズっていう会社とバリーっていう老舗の会社2つあって、ウィリアムズっていう会社は後に WMS インダストリーズっていう名前に変わるんですね。会社の名前は変わるんですけども、相変わらずウィリアムズっていう名前でゲームは出し続けてたわけです。そしてこちらのバリーは同じ業界のミッドウェイっていう会社と一緒になって、バリーミッドウェイっていう会社になるわけですね。
そしてその後この1987年にこのバリミッドウェイのアーケード部門、アーケードのゲームを作っている部門だけが WMS インダストリーズに売却されるわけですね。この WMS インダストリーズっていう会社はその後カジノに置かれているスロットマシンとかゲーミング機を中心に作るようになっていって、99年にはピンボールを生産するのもやめてしまうんですね。そしてビデオゲームとか家庭用ゲームの権利とかはまた別な会社がミッドウェイというブランドを立ち上げて、そちらに全て権利を売却するというような形になってるわけです。でこの新しくできたミッドウェイも今はその権利がワーナーブラザースゲームズに行ってるという、これまた非常に複雑な状況になってるわけですね。ちなみに2013年にはこのサイエンティフィックゲームズっていう会社がこの WMS インダストリーズを買収して、そしてこの当のサイエンティフィックゲームズも親会社のライト&ワンダーっていう会社に2022年には吸収されてしまうという、非常に流れの早い世界なんですね。実機のピンボールっていうのはその後も新しい会社がどんどん立ち上がっていって、今でも新作が出続けているんですけども、映画をはじめいろいろな版権を使ったピンボールっていうのは欠かせない要素になっているわけです。かつてのピンボールっていうのは版権を使うのではなくて、それぞれの台でオリジナルのテーマが決められていたんですね。例えばこの真ん中のブルーチップってやつは有料な株式の銘柄をブルーチップと呼んでるんですけども、それがテーマになってたりしますし、こっちのファイヤーっていうのはこのシカゴで発生した大火事ですね、大災害をテーマにしてピンボールにしちゃったっていう台なんですよね。それまでも有名な人、歌手であるとかバンドであるとか、そういう人たちとコラボレーションしましたよっていうような台はあったんですけども、映画そのものをテーマにした、まあ、映画のタイトルと同じ台っていうのは誰も考えてなかったんですね。その後にゴットリーブっていうピンボールの大手メーカーが70年代後半から映画をテーマにした台を結構作り始めるんですね。これなんでかっていうと、タイムワーナーがアタリを買収したようにこのゴットリーブもコロンビア映画社の傘下になったわけですね。そしてこの未知との遭遇であるとかスパイダーマンとかハルクとか、まあいろいろな版権のピンボールを出していくようになるんですね。ただこの流れはこの他のメーカーには波及しなかったんですね。実際に映画の版権を買ってきてピンボールにするっていうことを大々的にやり始めたのはデータイーストだったんですね。データイーストは日本の会社なんですけども、実際にピンボールを作っていたのはアメリカのオフィスだったんですね。そこに、まあ、それまでピンボールを手掛けていた人たちを集めて新興メーカーとして始めたわけです。最初はオリジナルのものを作っていたんですけども、この90年のロボコップあたりから版権を使うようになっていったんですね。このロボコップはもともとデータイーストがビデオゲームとして出していたので、そういったつながりがあったんじゃないかなと思います。その後も最新の映画ではないんだけども、ブランド力のある人気の高い映画の版権を取ってきてピンボールにするっていうことで、いろいろな作品を作ることになるんですね。これは当時の各ピンボールメーカーが販売した台数をそれぞれの年ごとにまとめた表なんですけども、この緑で示されているデータイーストが販売した台数っていうのは右肩上がりなんですよね。やはり映画をテーマにしたタイトルが受け入れられていると、逆にオリジナルタイトルっていうのはあまり伸びないということがわかるわけですね。これ以降は各メーカーとも映画の版権を取得する費用がかかってでもその方が売り上げが伸びると、多くの人にとって受け入れられるっていうことが分かって今につながっていくわけですね。これは逆に言えばピンボール自体のルールであるとかギミックであるとか、そういったアイデアの進化が一段落してしまったと、落ち着いた状態になったっていうふうにも言えると思います。かなりのブレイクスルーがない限りは新しい表現であるとか見せ方を重視して作っていくっていう方向になっていくんじゃないかなと思います。ということで今回はターミネーター2のピンボールを取り上げてみました。
ちなみに僕は最近最新のピンボール2020年以降の新しいピンボールについていろいろまとめた同人誌を出したりしてますので、もし興味がある方は概要欄を見てもらえたら嬉しいなと思います。これからもこのコーナーではビデオゲームやピンボールなどここがすごいというところをどんどん紹介していきたいと思いますので楽しみにしていてください。それではまた次回まで、さよなら。